やっぱ違うんですね、そんなんも。はい、で、武器によってもいろいろ変わってくる。はい、おお、すいません、なんかダメでした？捕まれた捕まった、捕まってるわ。捕まれて見よう、あー、おー、うまい。太刀のところの技なんですけど、飛翔斬りという技で、うん、はい、攻撃をまあ2匹使ったりとか、はい、まあ技ごとに、まあ武器の技ごとにちょっと、うん、無駄に使うと、見づらかったですね、ごめんなさい。まさかの1位で、はい、ね、馴染みがあるかとは思うんですが、はい、あちょっといや、行うと、ワールドの時にあった、うん、ほうほうほう、あ、兜割りに馴染みがあるかとは思うんですが、はい、あちょっといや、ああいや、カブト割りをやったんですけど、わかりますかね、分かったっていうのは、今作用にいろいろと、まあ、変えてるってはおかしいですけど、うんうんうん、ほうほうほう、あカブト割りに、うん、何なんですか、ワールドの時にあった、ほうほうほう、あカブト割りに、何なんですか、ワールドの時にあった、ほうほうほう、あカブト割りに、何なんですか、今回なっております、ジェル、はい、あこれは、はい、こちらが、当て身技と言ったらいいのか、何なのかあれなんですけど、今回なっております、ジェル、はい、あこれは、はい、こちらが、当て身技と言ったらいいのか、何なのかあれなんですけど、後藤さんはワールドの方とかやられてたんで、うん、馴染みがあるかとは思うんですが、はい、あちょっといや、ああいや、カブト割りをやったんですけど、わかりますかね、わかります、最初に見せた飛翔蹴りっていう技のところで、はい、オーラですね、太刀のオーラがあるときに行うと、うん、ワールドのときにあった、ほうほうほう、あカブト割りに、何なんですか、まあ、いろいろと、